ソプラノアルトテノールバスアルトは女性の性域の一つでコントラルトとも言う。テノールよりも高い音域を指す。現在では女性の低い声を言い、女性を二部に分けた時の下の西部、三部に分けた時の一番下の西部の名前ともなる。おおむねアルト歌手は F3 から B5 くらいの性域を持ち、四世帯火星や合唱では G3 から E5 くらいが用いられる。 混成四部合唱では、テノールと合わせて、内製、バスと合わせて、低星と呼ばれる。日本におけるアルト歌手の数は、現在、非常に少なく希少なものである。寄付は通常ソプラノと同様に、トート記号が用いられる。また、アルトの音域のという意味で楽器名に使われることも、ある。フランス語ではアルトがビオラを意味する。オペラでは、ソプラノやテノール、 バリトンやメゾソプラノに比べて主役級の役を演じる機会は少ないが脇役の中で重要な人物を演じることも多い。どちらかといえば年配の人物を受け持つことが多い。ミサ曲やオラトリオ、樹難曲など宗教曲においてはアルトのための独唱アリアは数多く存在する。その他のアルト独唱の曲としてブラームスのゲーテの冬のハルツの旅からの談笑、通称 アルト・ラプソディ、マーラーの公共曲、第一の歌などがある。主な聖域を高い方から並べる。フレデリック・フースラー、イボン・ヌロット・マーリン、歌うこと発生期間の肉体的特質、砂賀義男、大熊・文子役音楽の友者、2000年、111ページ。ISBN4 から276142520。ありがとうございます。